こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で伊藤です。サッカークラブ育成シミュレーションカルチャビットワンを始めていきたいと思います。今回は強力なりますよ大阪です。強い、確かに強い。まあ下はそんなに強くないけどね。でもそのままのメンバーで出てこられたらかなり強いです。エルガード王将5対1、ロドックス4対1とぶっちぎっております。ホームなんとかしたいところです。基本的には手を抜いてないですね。このメンバーがベストなのかな。家も多いし。さあ、不利は否めませんが戦っていきましょう。ホーム NR リーグ3戦です。いわせ大阪戦です。先取点です。今からサイレンを取りました。躊躇なく入れましたね。キーパーも読んでたんですが、その上を行きました。ファールか。ゴール前、おお、危ないよ、まだ危ない。松木が完全にキャッチしきれてなかったので2番目のピンチが発生しました。オフサイドトラップがすごい高い。もっとこぼれながら振り切れない。マークは外れた、無敵が待っていました。さあ、また振り出しに戻った。お、今度はくるみ、今度は決めてくれない。キーパーがカバーしてしまいます。当てて首を持っていきました。危ない危ない。立てば、そうやくるみに通った。今度は決めた。再び勝ち越し。
じゃあ続きます。回転の動きが激しそうです。リオセンタリング、チャンスをどんどん作っていきますね。いいですね。今度は美穂、チャンスが作れる、くるみ、だからこれはオフサイド。リオ積極的です。いいですね、この動き。ダイがその裏を描いていく。構成グリフ横取り、前半終了です。なるほど、やっぱり中段がこれ疲れるんですよね。キラに変えましょう。サチくんはクラスも似たようなもんか。まだ変えないでおこう。これはちょっと疲れてますね。様子を見ながら戦いましょう。結構クルミは前に行ってるおかげでブランデオ運動量が多いですね。これはファールだ。ちょっと疲れてる。甘みに変えときましょう。もうちょっと待とう。早く変えないと他の選手にも負担がかかるんですよね。で疲れが増えてしまう。基本が早め早めの交代が基本です。危ない。おー、助かった。さあこれでフォワード両方は疲れてますが、ここでも交代はやっぱりディフェンダーじゃない。どうかとか打たれて使い切りましょう。答え許されません。ちょっとタイミングが遅かったか。カードを出しますからね。さあ一気に攻められた。ここはピンチだぞ。キーパーチャージ。緑ナイス、取りました。もう1点追加点が欲しいな。さあ待っているクルミ、高さの勝負。さあこれで最後です。3人目の交代です。真ん中が深く縦に緑、これ決まれば完全だったりした。ディフェンダーがカット。ん？何これ。ゴールの中にキーパーが出てきましたね。あっと、もったいない。これはなぜですね、かなり疲れてる選手多いですよね。キアボールをそういうか。おっと、耐えてしまった。これは油断禁物。キーパーパンチング。チャンスを生み出します。サチコー、ダメ押しの3点目。ミスです。
ど時間はありません。試合終了。首位にマッセ大阪を下しました。今年エンディングいけるんじゃない。フラグ、これで試合は振り出しに戻ります。前半31分勝ち越して、フルに今度は決めました。早川の縦パス、縦パスがこのゲームはかなり有効です。そのまま後半へ。これは危なかったんだよな。追い上げマセオさんが追いつこうと攻めます。チャンスだったんですがキーパー2年代阻まれる。後半終了直前でした。それはダメ押しとなるヘディング。左、そして幸子、ということで試合終了です。シュートの本数および枠内はリバース大阪が多いですが、少ないチャンスを確実に決めた我がクラーカリバーズが3対1で勝利いたしました。決定力も上がってきましたね。これで、勝ち点差が、2位の武蔵野ホーネッツに2点差をつけましたね。3連勝で唯一の3連勝首位です。クルミはもう5ゴールですね。まあこの心配はないでしょう。チームから離れることもしません。スピン力がとにかく高いっていうところですね。キック力はそれほどでもないですね。とか筋力とハート、フィジカルで勝負してきます。サセボドックス向かうところ3連敗、なんか徳平に奮闘を合っている印象ですが、勝つことはできるのでしょうか。油断は禁物です。ということで行きますよ。大阪に勝ちまして、しっかり3連勝をキープしました。このペースで快進撃を続けていきたいと思います。応援よろしくお願いします。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。カルチョビットアーのこれまでの動画記録プレイリストに載せております。説明欄にアドレス記載してます。ぜひ見てください。またブログツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレス記載しております。よろしくお願いします。
しては見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ということで練習今日リマッセ大阪に勝利したことをお伝えしましてお別れいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。